はい、どうもこんばんは。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、僕が実は大型二輪免許ね、バイク乗ってるのは皆さんにもね、通勤用のバイク買いましたということでね、多分お伝えはしてたと思うんですけど、僕は普通二輪しか持ってなかったんですよ。400cc までのバイクが乗れる免許ですよね。で、大型二輪、正直あんまり、なんて言うんですか、取る予定っていうのはね、バイクが今すぐね、大型に欲しいとか、そういうのも全くなくて、車があるし、バイクも通勤用でね、とりあえず、通勤の足として買っただけなんで、全然、なんですか、大きいバイク、お金もかかるし、買う予定はなかったんですけど、ちょっと前ね、ドローンとかそういうのがちょっとやる気が萎えてきてるところがあるっていうかね、ちょっとそういうお話もしたんですけど、そんなこんなんでね、ちょっと新しいことにトライをしたいなというふうな思いもあって、で、あとやっぱりバイクね、全然ちょっとブランクがあって乗ってなかった時期があって、小型二輪ですけど通勤で乗るようになると、やっぱりバイクって楽しいなっていうね、感じも、出てきまして、で、なんていうか、大型二輪、一応免許だけ、取ってみようかなと思ってね、今回実はチャレンジをしました。で、ただすぐにいるわけじゃないので、一回ね、飛び込み試験ね、要するに一発試験とも言ったりしますけど、各ね、都道府県の警察の、免許センターとか、試験場とかね、言ったりしますけど、そこへ行って、受けてみました。でも結論から言うとね、無事合格できましたね。僕はね、4回目だから3回不合格しました。4回目で合格しました。早い方なのか遅い方なのかちょっとよくわからないんですけど、その時の体験をお話ししたいと思いますね。で、もしよかったらなんですけど、本当にね、これも都道府県で若干やり方違ったりするかもしれないんで、奈良県お住まいの方じゃないとね、僕と一緒の状況にはならないと思うんですけど、一応僕が、撮った時の内容を細かくね、書いた内容をホームページ、僕のホームページの方に、載せてます。概要欄の方にね、リンクも載せとくんで、もしよかったら見ていただいたらと思います。僕が思った試験のポイントとか、僕が、なんていうんですか、ちょっともうまた話が外れていくかもわかんないんですけど、コース図っていうかね、試験のコースがあるんですけど、試験場の中って、写真撮るなって言われるんですよ。だから、もう普通やったらね、携帯で写メ撮って、コースね、一生懸命覚えればいいと思うんですけど、写真撮ったらダメって書いてあるんですよね。で、どうしたもんかなと思って、でももう写真撮ってネットにね、上げてある人もいてて、で、その、上がってるね、ネットにも上がっちゃってる写真を見ながら、僕はイラストレーターでもう一回製図っていう、綺麗に書き直して、で、それもね、データとして PDF で、ホームページの方に上げてます。で、A コース、B コースっていう2コースならはあるんですけど、どっちも、ちゃんと書いて PDF にして入れてるんで、もしよかったら使ってもらったらと思います。奈良の人はね。で、あと、全く、コースが書いてない真っ白の地図。ね、地図っていうか、コースだけが載ってるね、矢印とか何も書いてないやつも一緒に載せてるんで、それも使ってもらったらいいんじゃないかなと、思いますね。で、そんな感じで、受けに行って4回目で受かったっていう感じでね、本当に細かい内容はもう書いちゃったんで、それ見てもらったらいいと思うんですけど、なんていうかな、まずね、分かっといてもらいたいというか、いろんな、状況の方が受けに行くと思うんですけど、僕なんかは普通に二輪を持ってて大型二輪取りに行ってるんで、あれなんですけど、一緒にね、受けに行った時何回か落ちてると、もう顔見知りになるんですよ。同じように受験してる人いてるんでね、何回も受験してる人がいてて。で、その人たちの話も聞いてて、一つ思ったのは、二輪免許を持ってない、方、ね、これが、この人たちが、普通二輪、とか大型二輪とか二輪免許初めて取るときに、試験場で合格をしてもね、実は講習を受けないとダメなんですよ。
あの講習っていうかその技能の乗るねバイクの試験のやつを合格した後に結局教習所みたいなところに行ってこういろいろねあのそこで講習受けないとダメみたいなんですよ。でねあのその講習がね結構お値段がするということで、まあ僕が話してて話してた方は、確か免許持ってなんかで取り消しかなんか、そんな感じになって、免許なくなっちゃってて、まあ過去の乗られてたみたいな方だったんですけど、まあ再取得でね、来られてて。で、まあ普通に輪ね、取られるっていう方だったんですけど、何回かね、落ちてしまったような感じで、その、講習もね、あるの知らなかったんだと思うんですけど、その、一緒に受けてる、こう、仲間でね、話してた時に、いや、講習受けなあかんでっていう話になって。で、その講習の値段ね、なんか調べてたら、いや、もうこれやったら結局何回も落ちてたら、これ教習所行った方が安上がりやんかっていうね、話にもなってたんですよ。だから、例えば普通の4輪とか、4輪免許は、まあ、学科試験とかね、受けなくていいですけど、4輪免許持ってたらね。だけど、2輪を初めて取る人は、教習所で取った方が安いかもしれない。これだけはまず言っときます。で、何回で受かるかはわからない。で、僕の場合は、まあ、運よく、まあ、4回で、合格することができましたけど、まあ、でも、多分、なんか周りの状況を見てたら、わりかし早く、うまく合格できた方だと思うので、まあ、なんていうかな、微妙なとこですよね。で、ちなみになんですけど、僕ね、結局、計算してみたらね、免許の、だから、試験のお金とか、いろいろ手続きのお金とかね。で、あと、一回だけ、僕、その奈良のね、この試験場の近くに、まあ、バイクのね、練習できるとこがあるんですよ。練習場みたいなね。で、そこでね、一回だけね、練習しました。まあ、またちょっと話しますけど、その費用が50分で5000円だったんですよ。結構値段するでしょ ?50 分5000円。で、それも入れて27,300円。まあ、交通費とか、行った時のご飯代とか、そんなの抜きにしてね。本当にある程度、もう、二輪免許の手続きにかかった費用。だから、まあ、教習所行っても、免許のこの、なんていうかな、交付の手数料とかね、多分、全然、それもいると思うんで、教習所行ってもかかる費用も、かぶってるとこありますけどね。まあ、27,300 円、で、一応全部トータルの費用は賄えたということで、まあ、結果としては安く上がったかなというふうには思います。だけど、全くね、4回目受験した時もね、受けに行くまではね、なんか合格できる気は全くしなかったですよね。だから、微妙かな。で、ちょっと最初に話戻って、まあ、まあ、そんなね、僕はだから、あんまり緊張もせずに、とりあえず楽しみながら受験できるかなと思って、まあ、気楽な気持ちで行って、まあ、1回目はね、なんか交差点とかの確認とか、そんな感じのところで、なんて言うんですか、こう、自分が曲がるところがあったとして、交差点ね。で、その手前に、例えば信号の交差点があって、で、まあ、その、何ですか、まあ、手前に信号の交差点があったりしたら、その前から別に合図出したいとか、まあ、よくね、教習所でも言われた、左にね、30メーター手前で、こう、合図出して左に寄せてみたいなね、ことを多分、普通免許とかお持ちの方ね、まあ、大抵持ってますよね、みんなね。やったと思うんですけど、それをね、その曲がる交差点だけを考えて、その、行くまでの間に信号の交差点とかがあったとしても関係なくやれということみたいで、そんなんなんかね、全然気にせずになんかいつものノリで走ってたんで、やっぱり、それまでの間に信号の交差点あったら、信号の交差点中入ってから合図出してとかね、寄ってみたいな感じでやってたら、全部それがダメ、減点で捉えちゃってて。で、結局減点超過ってね、もう、になっちゃって、まあ、途中でもう試験バッテン。っていう感じで。でもその日もね、天気も悪かったんですよ。雨がね、結構降ってたんじゃないかな、確か。そんな日で。
最初の試験はそんな感じで、終わっちゃいましたね。で、それも試験の結果を、その試験官に聞きに行くときに、ワンポイントアドバイスって、一つだけね、なんか、こう、アドバイスしてくれるんですけど、その時にそれ言われて、いやー、それも、早く言ってほしかったなと思いながら、一回目終わって。で、二回目は何だったかな、一本橋落ちたんかな、なんかそんなんなんですよ。一本橋落ちて、ダメだったんだ。あ、それ多分そうですね。一本橋落ちたんだと思います。そんなんでダメだったんですよ。そう。で、やっぱりね、大型に、僕、だから今も小型、昔はね、400とか乗ってたんですけど、今はもう小型二輪なんで、思いっきりね、アクセル吹かしながら、っていうかもうフルスロットルでも、やっぱり遅いっていうかね、結構回しながら乗るような感じになっちゃってるんで、もう大型になってるからアクセルのこの開き具合がね、わからない感じになっちゃってて、で当然今まで乗ってないから練習もしてないんですよ。練習場行くのはこの後なんで、乗ったことないでいきなり試験受けに行ってるんで、それが一番ね、ちょっとね、わからなくて、であと合図がね、一番最初受けに行った時に失敗したのが、NC750 っていう試験車両 で、今のバイクなんか結構そうみたいなんですけど、普通ね、この左手のとこで、指示器、合図が出すのが上にあると思うんですよ。上っていうか真ん中っていうかね、上。で、下のところでホーン鳴らすボタンがついてるようなのが、昔のバイクは結構多いし、今でもそんなバイクっていうか僕のバイクもそうだから、普通そうなんだと思うんですけど、その NC750 っていうのは真ん中がホーンなんですよ。だから普段指示器のところを操作してるとかホーンなんですよね。だから正直指示器を消すときで、押すわけですけど、押す動作の時にわざわざ見ないですから、間違えてね、ホーン鳴らすんですよ。で、1回目の試験もそれやってました。プーってね。で、2回目もなんかそれがあったから、間違えたあかん、間違えたあかんと思って、なんかいろんなそっちの方に気がいったりなんかしててね。で、なんか一本橋でね、最初の時の方が全然乗れてたような感じしました。1回目の試験の方が。なんかいろんなものが気になりすぎて、2回目はなんかそのアクセルの感じとかいろんなものが負担になって、なんか一本橋落ちちゃったんですよね。なんでかなっていうね、僕もね、感じでしたけど、あとね、試験の時ね、あれなんですよ、基本的に止まれとか、あと一本橋に入る手前で一回止まるとか、そんなとこ以外止まっちゃいけないんですよね。赤信号は当然止まりますけど、だから基本的にはもう動きながら、だからなんていうかな、 SG とかなんかそういうなんかこう行きますやんかね。で、そこで次道路にね、普通の道路って幹線みたいなところに出ていくとしても、止まって確認とかそんなんじゃなくて、もう止まらずにそのまま出てくれと。で、その時にフラフラしてないかどうか見るからって言われるんでね。だからもう忙しいんですよね、確認したりね。だからなんかね、あれなんですよ、やっぱりバイクに慣れてないとこれは無理だなと、2回目一本橋落ちてとても感じて、で2回目落ちた時にやっぱりアクセル、最低限アクセルの感じと、あとスラロームこう行く時もアクセルのこのね、バイク乗られてることは全然わかるけど、アクセルグンって吹かすとバイクがこう起き上がるんですよね。で、その感じがね、わかんないんですよね、これが。だから、ダメだと思って、それで練習場に、次の試験の予約を取って、その日の、試験受ける前に、ちょっと50分だけ、5,000円もったいないかなと思いながらも、やっぱり一回受けた方、乗ってみないとダメかなと思ってね。で、練習場っていうところ、僕は初めて行ったんですけど、もう、ある程度ね、もう好き勝手やらせてくれるんですよ。だから自分がもう、アクセルのね、僕は感じを知りたかったんで、で、前一本橋落ちてたから、スラロームと一本橋、中心に、アクセルのこの感じを練習したいですということで、言ったらもうそればっかりやらせてくれる。ね。
感じだったんで、まあすごい良かったんですけど、その時はね、また本当にくっそ暑い日だったんですよ。もうね、もうひどかったですよ。50分ね、最初ね、途中でしんどくなったら、なんかね、こう、勝手に止まってね、飲み物飲んでくださいねって言われたんですけど、別にね、もう50分5000円だから、まあ10分1000円でしょ、止まって飲んでるとかじゃなくて、とりあえずちょっとでも練習したいなと思ってたんですよ。だけどね、もうひどかったです。あの日、もうカンカン照りでしたからね。もう、一回だけね、僕もう我慢できなくて終わる、ちょっと手前くらい飲んだんかな、一回だけ。もうヘルメット飲んだら、ヘルメットからドボドボドボって、水が、汗が。だからそんな状態でね、あれはちょっとね、やっぱりね、しんどいなと思いましたね。50分、意外と長いなと思いましたね。で、まあ、受けに行ったんですよ。で、まあ、そのスラロームとか一本橋とか中心にずっとやらせてもらって。で、3回目、ね、3回目の試験を受けに行ったんですけど、あ、すいません。で、3回目の試験はね、まあ、乗れてたのは、ちゃんと乗れてたのは乗れてました。だけどね、コース間違いをしちゃったんですよ。で、コース間違いをね、実はね、2回しちゃったんですよ。これね、今3回目ですけど、1回目、2回目のコースは同じコースだったんですよ。3回目が、初めてその、違うコースになったんですよね。B コースの方だったかな。A、A で来てたけど、B になったかな。で、やっぱ A コースのやつがなんか頭に、ね、残っちゃってて、で、途中で間違えちゃったんですよ。で、1回間違えて、で、もう、なんで2回間違えたのかちょっとわからないけど、それも結局 A コースと B コースのコースが違うところでね、曲がり方が違うところで、まあ、右行くの左に曲がるみたいなね、そんなんで間違えちゃったんですよ。だけど、2回間違えたけど、最初ね、言ってたみたいに、減点超過、もう、点数がね、どんどん溜まっていって、もう、溜まっていったり、減点されて、もう、なくなっちゃうともう、途中で止められて、試験中止になるんで、でも、最後まで走れたんですよ。しかもね、何点だったかな ?40 何点とか、そんなん言われたのかな。で、まあ、試験官にも、まあ、そこそこ乗れてるから、頑張ってみたいな感じでね、なんか言われて、あの時何言われたのかな、あ、見通しのある交差点での確認がもうちょっとこう、前乗り出して、止まった状態に、止まれとかで止まった時に前乗り出してやってくれたらいいな、みたいな感じでね、ちょっと言われたのかな。で、交差点の確認もうちょっとしっかりこう、見てほしいかな、みたいな感じで言われたので、まあ多分大きくはそこら辺捉えたのかなという気もするんですけどね。まあ40点くらいあって。で、まあ試験、その申し込みをまたね、手続きするときも、ああ、もうこのくらいの点数だったら次ちょっと頑張ったらいけるんちゃうかみたいな、よくここまで来たな、みたいな感じ言われたんで、あ、40点でそんな言われ方するんだったら、あ、結構やっぱり乗れた方なのかなと思ってたんですよ。で、そこからね、次の試験がね、大体ね、試験って予約制になってて、1週間くらい間空くんですよ。予約の兼ね合いで。そこでね、次ね、2週間くらい空いたんですよ。お盆休みとかの兼ね合いで。で、まあ、2週間空いてるから、もうダメだなと思って思いながら受けに行ったんですよね。で、そう行ったんですけど、なんていうかな、まあなんていうか自分でも本当になんていうかな、思ってたよりも結構アクセルの感じがすごくこうピタッとね、自分のこう感覚と合ってしっかり乗れたんですよね。で、見るところもなんていうかな、先の方、次のことね、しっかりコースの方も考えて、走れてたんで、やっぱり、なんていうかな、自分でも乗れてるなという感じはしました。だからまあ、結果的に、合格ということになったんですけどね。で、やっぱりなんていうかな、バイクに慣れないとダメだと思うんですよね。スピード出すとこはスピード出してやっていかないと、確認とかばっかり気にして、トロトロ言ってたらね、やっぱ印象悪いんだと思うんですよね。僕もなんか最初はやっぱりなんかいろいろ頭で考えながらやってるから、やっぱりどうしても遅くなったりとか、確認とかやっぱりしっかりせなあかんなとか思ってたら、やっぱりちょっと速度遅
くなっちゃってたんですけど、もう最後なんかはもう2週間空いてるし、まあなんかいいやと、とりあえず完走できればいいわと、で出せるとかも出していこうかなと、でこうアクセルの感じも意外とこういい感じでいけてたんで、ああ俺だったらいけんちゃうかという感じでね、なんか慣れてきてたんでしょうね。2週間空いてたけどね。だからそれでまあなんていうんですかね、とりあえずね、そういう気持ちで行きました。ちょっと待ってください。はい、どうもお待たせをいたしました。ということで、どこまで話したかな。まあそうそうそう、だからね、4回目行った時に意外と乗れてたっていう感じで、まあ合格になったんですけどね。でなんていうかな、最後の方はね、やっぱりね、こう何か課題をやってても、まあ、SG とか特に今一本橋とかスラロームやっててもやっぱり余裕ができてるんでしょうね。だからもうスラロームの間でもう次ね、出てからスラローム出て左だったらもう左の合図出してたりとか、まあ、そういうふうなことができてたんで、まあ、そのくらいの感じにならないと逆に合格しないのかなという感じも、しましたね、正直ね。でまあ大型にね、やっぱり取ったら欲しいなとも思うんですけど、お金もないから、まあ全然買う予定はないんですけど、まあやっぱりこういうのでね、まあなんていうか資格みたいなものをね、ちょっと増やしていくっていうのはありかなという感じはしました。他ね、だから運転免許で言ったらもう別にね、普通車ともう二輪が大型に今乗れたらそれ以外のもあんま興味ないんですけど、まあどうなんですかね。あとはもうトラックとか、トラックはいらないかな、乗ることないもんね多分ね。だからまあまあそうですね、まあ今そう、昔の普通車取ってたから、今準中型のなんか8トン限定ってやつがね、僕免許は一応ついてるんですけど、まあ、その8トン限定を外したら、まあ中型免準中型、あ、ごめんなさい、中型の8トン限定ですね、ごめんなさい。で、だから中型免許になるから、まあ、ちょっとね、大人数でこう乗るような、バンっていうかね、まあ、どっかに行くときにこうちょっとちっちゃいバスみたいなやったら運転できるから、まあ、そんな人数でね、どっかに野球チームとかなんかやってないとそんなんいらないかもしれないけど、まあそんなんできるか、それはどうなのかな、まあ、いるのかな、取るとしたらそれくらいなのかなっていう気はね、なんとなくしてるんですけどね。別に日常生活全然問題ないからいいんですけどね。はい、ということで、一応僕が受けた感じはそのくらいかな、なんとなく取った時に思ったことっていうのは。他またね、何か聞きたいことがあったらコメント欄入れてもらったらいいんですけど、僕もそこまでね、なんていうか、バイク乗ってんのうまいとも思わないし、まあ、乗っててね、まあ、経験豊かなのかって言われたらそうでもないですから、あんまり聞かれても分かんないこと多いと思うんですけど、まあ、分かることだったら一応コメントはお返しするので、まあまあ入れてください、コメント。あ、で僕だから練習時間としては、さっき言った練習場行った50分と試験がだから3回受けてて、4回目受かったから3回って言っても途中で中断ばっかりやから、結局まあ乗ってる時間って言ったらもう10分くらいじゃない、10分もないんじゃないかなと思うので、多分練習時間と大型二輪でバイクまたがって乗った時間は多分1時間ぐらいトータルでだと思うんですよ。まあそれ考えると、まあ早く慣れれた方なのかもしれないですけど、普段バイク乗っててある程度バイク慣れしてる人だったらそのくらいの時間の練習でもいけるのかもしれないですよね。あとは年齢とかいろんなものによるのかなと思うんですけど、一緒に受けに行ってた人でも多分僕より前から受験何回もしてる人、その人なんかは多分練習場もね、ガチでなんていうかな、かなり時間数かけていって練習してはるような人だと思うんですよ。だからすごい真面目そうな感じの方でね、一生懸命やってはるんですけど、まあ僕より年配の方でしたけど、まあその方は僕がだからよりもまあ前からやってて、僕が受かった後も多分まだ合格されてなかったと思うんで、まあね、難しいですね。それにこの飛び込みの悪いところは、一回始め出すと途中から多分ね、
教習所の方向に切り替えるっていうことはできなくなっちゃうんですよね。なんかある程度お金もかけちゃってるから、だからそれで結局後悔してる人は周りにおったんでね。だからもうなんていうかな、気楽になんとなくやろうと思ってる人はいいですけど、バイクもなんか買うもん決めてもう乗る気満々の人は絶対教習所行った方がいいと思うんですよね。なんか後悔してる人の方が多かった気がするんで、これまでには最低取れる、最長でもここまでには取れるんじゃないかっていう自分で思ってやったけど、全然こう長くかかっちゃってるみたいなね。僕の場合はその4回で大体1ヶ月ちょいですよね。だから1ヶ月ちょいくらいで取れてます。まあとりあえずそういうことも踏まえて、いろいろ僕のホームページの方にもいろいろ頑張って一応作って載せたんで、まあ見てもらって、参考にしてもらえたらいいかなと思います。まあということで、またぐだぐだ話が長くなってるんですよね。ということで。で、最後余談なんですけど、こんなん作っちゃったんですよ、こんなんね。ドローン飛ばすとき、まあこれも恥ずかしいかなと思いながら、なんかね、まあこういうのつけてたらなんか、してる人だったら声かけてくれるかなと思ってね。ドローンの飛行許可取るときにこう、いろいろね、なんて言うんですか、こう、お知らせっていうか、周りに分かるようにしといてあげないとダメやって言ってね、このアマゾンでも売ってるんですけど、ベストみたいなとかね、なんか、ちょっと、夏場だったんで、まあ、T シャツにして、こうやってね、こんなにして、作ってみようかなと思ってやったんですけどね、どうです?知り合いに言ったら恥ずかしいって言われたんですよ一緒に来てやりませんって言ったら、いや、そんな恥ずかしくて切られへん言うて言われましたけどね。はい。ということで、まあ、またね、見かけたら声かけてください。ドローンやってる人ね。はい。ということで、今日はまた話それちゃいましたけど、今日は大型二輪免許を僕が、飛び込み一発試験で取った話の、ご紹介でした。ということで、またいろいろネタはやっていきますんで、頑張って、はい、またよろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。